コナミ、こんにちは、クーミと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスピエースやっていきたいと思います。今日はですね、極みチャレンジやっていこうと思います。自チーム A ランク契約書5枚引いていこうかなと思います。で、まあ引きの内容によってはその後自チーム A ランクミキサーまでやってオーダーの強化につなげていけたらいいんじゃないかなと思います。で、自チーム A5 枚まず引くんですけど、自チームをどうするか問題ですね。ヤクルトで引いて山田選手を狙ったり、カープで引いて鈴木誠也選手を狙ったりしてもいいかなとも思ったんですけど、もう今回はですね、というかもうシリーズ1はもう巨人で行こうと思います。もう本当に引けてないのでね、他のチームにした方がいいような気もするんですけど、まあ狙っていきましょう菅野選手。はい、もうこんな感じです。コンプリートするんじゃないかっていうね感じになってますけど、菅野選手狙いでやっていこうと思います。今限界突破4回で使ってるので、あと1枚欲しいです。であと、まあ坂本選手が当たったら称号用にしようかなっていう感じです。今回は1枚ずつ単発で5枚引く、スキップとかでね5枚引くような感じにしようかなと思います。引き内容次第によっては、最後ミキサーまでやります。はい、ということでもうやっていきましょう。極みチャレンジです。結構自チーム名が溜まってきたんで、まあ単発で引いていこうと思います。いつもまとめて5枚とか引くんですけどね。はい、スキップでいこうかな。じゃあいきますね、スキップ。はい、あもう見慣れたお顔ですね、陽大観選手。はい、イケメンです。1枚目、まずは陽選手。これサクッと終わらない、大丈夫かな。いきますよ、2枚目、いきます。まだまだ巨人で引きます。よいしょ。はいはい、もうこれ大丈夫かな。岡本選手。はい、2枚目は岡本選手です。はい、いいですよ、大丈夫、まだあと3枚ありますから、いきます。これすぐ終わっちゃうやつかも。いや大丈夫、3枚目、いきます。3枚目、いきますよ、スキップ。はい、紙吹雪からの、まあなんでこれ被るんですかね、本当に被り率異常じゃないですか。まあ前はね小林選手がすごい被ったんですけど、今日は岡本選手かも。やばあと2枚か。もう折り返しってやばいですね。いきます。3枚目、嘘、4枚目ですね。いきます。これ超激短、激短動画になるかも。いきます、スキップ、来い。オッケー、やっと来た。オッケー、うん、第二希望が来ました。称号用で坂本選手ですね。もう極みにはなってるんで、まあ、ただね去年のシリーズなんで、うん、まあ、でもいいかな、つけちゃって称号。はい、とりあえず育てます。はい、ちょっとお茶飲もう。はい、じゃあ5枚目いきます。ちょっとこれミキサーまでかな。はい、まあ、とりあえず5枚目まで巨人になっちゃいましたね。ということで引いていこうと思います。ダービーの報酬か、ちょっともうダービー懐かしいですね。いきますよ、3、2、1、はいはい菅野選手来ない。ミキサーします。もうミキサーします。坂本選手は残します。坂本選手は残すけど、自チーム確定で5枚なんで OK ですね、巨人のままで。どうしようかな、小林選手混ぜよう。これでいきましょう。ちょっと岡本選手2枚入っちゃってますけど、これでどのぐらいになるんだ、確率ちょっと分かんないですけど、はい、テロップで出しておきます。何分の1です。はい、この4人は出ないですから、吉川選手、岡本選手、陽選手、小林選手以外が出ます。ということで菅野選手お願いします。ちょっとこれは演出見よ、最後なんで演出見ます。久々だな、自チーム A ランクって、自チーム A ランクミキサーすごい久々です。はい、ちょっとそろそろね来てもいいんじゃないかな。やっぱリアタイでもまだ使ってるので、菅野選手はね。さあ誰が来る、誰が、あれ強いよ、ありがたいですよ、育てて取っときたいですよ。でもここまで当たんないかって思っちゃいますね。まあもう枚数増えてるからねしょうがないんですけど、もう今日は喋る。ちょっと見ましょうか。もうやっぱりそんな予感してたんですよもうあとドスコイだけですね。まあ、菅野選手も1枚は引いてるんですよね、1枚は今シーズンになってから引いてるんで、まあ、もう1枚欲しいっていうところなんですけどね。まあ頑張りましょう、またやります。また極みチャレンジ多分巨人でやるんじゃないかな。まあ、丸選手はね S ランク来たらもう万々歳なんで、もう A ランクはもう貯めておこうと思います。はい、12球団ですけど普通に強いのでね。
ああじゃあ最後にエンディングやって終わろうかな。ああ結構ダメージ大きいですね。いやまあこんだけ選手いるからしょうがないんですけどね。はい、ということで選手当てクイズのコーナーです。私は今からノーマルスカート1回引くので誰が出たのか当ててください。画面はもちろん隠します。多分透けてこないはず。ということでいきます。選手のヒントとか寸評を読んで情報伝えていきますよ。いきます。どどん。あ難しい。あどうかな、情報次第。いやわかるかな。寸評読みます。カットボールで打たせて取る術師へと変貌を遂げたベテラン、昨季は2年ぶりの1軍マウンドに上がり22試合に登板した。術師って呼ばれてるんですか？わかんない。もう一冊の私が持ってる、まあ、定番のねいつも通りの選手名鑑を読んでいきたいと思います。いや名前は絶対みんな知ってる、すごい有名な選手だと思います。ベテランだし。あこれいいかも。読みますね。2017年秋に受けた左膝のクリーニング手術を乗り越え6月7日の日本ハム戦で743日ぶりに1軍登板。その後は10試合連続無失点を記録するなど存在感を発揮した。同学年の松坂大輔中日については雲の上の存在と尊敬だそうです。同学年が入ってきちゃったからこれでわかるんじゃないんですかね。いやどうだろうな、松坂世代です。さあどうでしょうか。ちょっと私からは何もなしにしたいと思います。ということでそろそろ正解を発表していきたいと思います。今回のクイズの正解はこの方です。長川選手です。はい、リアタイで使ってる人も多いですよね、やっぱりフォークボーラーはい、ということで今回もね分かった方分からなかった方ぜひコメントいただければと思います。ということで今回はこの辺でおしまいにしようかなと思います。よかったらチャンネル登録していっていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺でバイバーイ。おつくみ。